はい、どうも、イニです。まあ、ちょっと年末なんですけど、ちょっと続きをやっていきたいと思います。ちょっと空いちゃいましたけど、やってきてます。はい。さっきは悪かったな。おお、いえいえ、これあれじゃないか、ちょっと残念な彼じゃないか。いつものことだよね。あ、いつもあんなんなんだ、やっぱ。おいおい、そういう言い方をされたら、まるで俺が毎日毎時間木に登っているみたいじゃないか。違うの？なんという。意外そうな顔をするな。妙な誤解をされたら騎士に敬遠されてしまうではないか。だいたい俺が木に登るのはせいぜい2日に一度程度だ。結構な割合。あ、そういえばあれですね、調べたんですよ。あかねちゃんの声はやっぱあれですね、かずさちゃんでしたね。なんかあれだね、あの雰囲気とかも似てるね、結構。うん、かっこかわいい、感じですね。いや、ていうか、まあまだ出てきてないんですけど、あやこさんは出てるか。あやこさんは水はすみたいですね。いいですね。で、このみおちゃんが清水愛さん、有名な方ばっか。まだ出てきてないんですけど、まあ、俺の好きなキャラクターも何人かいるんですけど、多いですね。やっぱ有名な声優さんが。言ってもいいかな？スイーリア先輩というキャラがいて、その人が川島里乃さんで、ベルティーユ様が、ゆず姉だったかな？で、ノエルちゃんの声が確かあれだ。天海さんの声をやってる方です。閣下の声の方だったはずです。まあ、後々出てくると思うんで、一応まあ名前だけ。結構有名な方々が。いや、でもアニメ終わっちゃいましたね、気づいたら。この間終わったんですけど、いやー、いい最終回だった。俺は好きですね、結構。いきなり話題の転換か。まあ、よかろう。体験版どんぐらいあるんだろうね、結構。容量はでかかったから。では、木の上から騎士探しをすることのメリットについては今度じっくり話し合うとするか。マジか。知っておいた方がいいぞ。そうなんですか。そうか。では練習試合をしていた1学年の騎士を高弘と美代が仲睦まじく馬に乗って見ている。なんという。騎士探しをしてたんじゃないの？そうだ。しかし残念ながら今朝も収穫はなかったな。ただのデカバレじゃねえか。言えなかった、すいません。デバガメ、デバガメ。そうか。それなりのレベルの騎士なら何人かいたはずだ。もちろん私も含めてな。あかねちゃん、おはよう。あかね、あかねちゃんもあそこで練習してたんだよね。知っている、見ていたからな。木の上で騒いでいたのはやはりお前か。やはりってやっぱ結構そういう。そうだ。あかねもあの練習試合は見ていたんだろう。どう思った？そうだな、動きに無駄が多かったな。突き出す槍の速度、威力ともに足りていない。ああ、人馬一体になれとまでは言わないが、もう少し馬の動きを意識した方がいい。そんなところだな。おお、解説ありがてえ。なるほど、俺とほとんど同意見だな。高弘から見てどうだ？おお、ちゃんとこういうところは真面目に話すんだね。水野の意見か、興味があるな。ほう、おお、なるほどね。試合では羽を取られればその場で負けだ。戦場で言えば命を落とすのと同義だ。守るのは当然だろ。おお、フェザーズフライ。おお、意識が集中しすぎちゃってるってことか。では水野の考える理想の攻防とは
どういうものだ。うん、いくらなんでも贅沢を言い過ぎだぞ。サムライスピリッツですね。あ、違うな、サムスピじゃないんだよな、月下の剣士か。なるほどね。なるほど、私の意見とほぼ同じだな。ほう、そこまで見ていたのならば練習に加わればよかったのではないか。ああ、その割には焦ってはいないようだがな。今頃他のみんなは血相を変えて相手を探しているというのに。ふむふむ、俺は俺でちゃんと騎士を探していると言ったろ。ほう、自分のメガネにかなう相手をか。いや、運命の出会いをだよ。出会い中来た、これ。そうか、頑張ってくれ。これもしかして茜ちゃんにアピってるのかな。違うか。どうやら龍蔵寺には俺のこの熱い思いが理解できなかったようだ。やれやれ、高弘も本当は分かっているんじゃないのか。む？アイキャッチだ、アニメっぽいですね。優勝候補ってやっぱりスイリア先輩かな。おお、スイリア先輩。いやいや、早く出てこないかな。あれがね、本当にお美しくて、フィギュアとかも出てんですよ。朝、高弘くんに今年優勝するのは誰って聞いたでしょ。うんうん、スイリア先輩、そういえばあれに似てるんだよな、まあ、個人的な意見なんですけど、ペルソナ3のミツル様に似てる気が。でこの間ちょっと P4U、まあ、格ゲーペルソナの格ゲーやったんですけど、あの金髪カラーにしたらマジで似てんだよね。髪型も似てるし、あのミツル先輩もね、騎士みたいな感じだからね。うん、クラスのみんなに聞いちゃった。ミツル先輩はフェンシングか。うん、あかねちゃんとかには聞いたよ。ほうほう、もうひどいよ。ひで。それにしても予想はやはりスイリア先輩か。妥当だが面白みはないな。ああ、面白み。ああ、先輩は去年一昨年ともに大会の覇者だ。今年も優勝に一番近いところにいるのは間違いない。すげー、やっぱりそうなんだ。でも対抗できそうな人はいないの？あかねちゃんとかは。うん、スイリア先輩と私を比べるだなんてとんでもない。ね、アニメちょっと見てたけどすごいなんか信者みたいだからね。先輩は私の理想を体現している騎士なんだ。動作の一つ、技術の一つ、あらゆる面で完璧で、私では相手にならない。なんかすごい持ち上げますね。いや、試合をできるならそれだけで光栄というものだ。初めて先輩の試合を見た時など雷に打たれたような衝撃を覚えたものだ。これは乙女の顔ですわ。完全に気ましじゃねえか。その上で勉学でも上位、学生の信頼も厚く、2期連続となる学生会長を立派に務め上げ、容姿も端麗と来ている。その上で家柄についても文句なしだ。すごいですわ、本当にあれだね、パーフェクト超人ですね。さらに誰に対しても平等で優しく、その上自分に厳しい。まさに模範であり規範、憧れであり目標とするのに不足など何もない。すげえな、よっぽどあれなんだね、好きなんだろうね本当に。帰ってくるまでしばらく待つか。向こう側か。みんなもあかねちゃんみたいに先輩はすごい人だって言ってたけど、確かに彼女は
まさに王者と呼ぶにふさわしい風格があるな。おお。それに他の追随を許さない圧倒的な実力の持ち主でもある。ふむ。わわ、カイル君がそこまで褒めるなんて珍しいね。褒めるべき人間は褒める、当たり前のことだろう。おお、なんかまともだ。他者を卑下することで自分が高みにいるなどという錯覚で満足するほど俺はプライドが低くないのでな。お、かっこいいぞ今のセリフ。さらに言えばこの町でスイーリア・クマーニ・エイントリーの名を知らん人間などいない。クマーニ、戦士としても貴族としても有名だからな。それだけでなく先輩の兄上もまた有名だ。兄じゃ、アニメでは出てこなかったですね。来なかったよね。わかんねえ、覚えてねえけど。どこからだ？自覚なし。スイリア先輩のお兄さん？ユリアーヌス・クマーニ・エイントリーという名前に聞き覚えがあるだろう？ユリアーヌ…ユリアヌス…あ、いや、なんでもないです。失言、失言。ユリアーヌスですね。ダメだな。最近ダメだ俺。どうしたんだ？なんでもない。それで話の続きは？うむ。ああ、この町に住む人間でジョストに興味がない者など一人もいないだろう。それはさすがに言い過ぎではないのか？おお、持ってるぜ。でもでも、どこに行っても大会のお話ばっかりだよ。盛りすぎてるっていうわけでもないのかな。やっぱ、相当支持率は高いのか。多いのは認める。私も学園の制服を着て歩いていると見知らぬ人によく声をかけられるからな。普通にモテそうだしね。そこだ。どこ？ジョストを愛する人たちがいる。その期待に応え希望を与える騎士たちがいる。はい。確かに騎士という職業は素晴らしい。素晴らしいが騎士は騎士のみではジョストはできん。なるほど。騎士を陰日向で支え勝利へと導くのが我々ベグライターなのだ。かっこいいぜ。盾を国民みたいな感じになってる。ポーズといい、自身の目指す職に誇りを持つのは素晴らしいとは思うが声が大きいぞ。間違いねえ。情熱的なんですね。そうか、それは失礼した。いいキャラしてるな。なるほどなるほど。さてでは声を小さくしつつ話の続きをするとしよう。うん、たまってさえいれば。何しろ高弘にはベグライターの素晴らしさをたっぷりと理解してもらわなければならないからな。本人にその気がないのに無理強いしたところで意味はなかろう。ほう。全くもって龍蔵寺の言う通りだ。というわけだから無理強いはせんが理解はしてくれ。なるほど。てかやっぱあれだね、物腰とかが茜ちゃん、あれだね、カズサちゃんにちょっと似てるところが。でもやっぱりなんかあれだね、トリップするとあれだね。それを無理強いというのだ。ああ、いいやつだな。大会まであと2ヶ月しかないんだよね。高弘くんのパートナーさん見つかるのかな。うむ。あ、試合に出なければ成績への影響も大きいはずだぞ。ああ。成績が悪くて退学や国に強制送還などということにはならないようにな。あ、そういう、ああ。そうならないためにもまずは騎士だ。ふむ。共に戦い、共に熱く語り、共に勝利を喜ぶ、そんなパートナーを早く見つけるがいい。なるほどなるほど。ならば育てればよかろう。ほう。カイル君いつもそう言ってるよね。でも育てるって大変じゃないのかな。そうだな。
本人の努力だけではどうにもならないこともある。残酷だが才能というものは確かに存在する。そうだよね。これはあれだよね、スポーツに限ったことじゃないよね。なんかいろ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 だよ。うん。何？天才である必要はない。俺の戦略を理解し実行できる能力があればいい。うむ。俺は組んだ騎士を必ず優勝に導けるベグライターとなってみせよう。それなら最初からすごい騎士さんと一緒にやった方がいいんじゃないかな。あ、確かにそれが最も優勝に近い方法だな。しかし否定するわけではないが、俺はそうするつもりはない。ほう。もしかしてすごい騎士さんはお願いしても受けてもらえないから？なんという。それもある。あ、つまらん見栄を張っても仕方あるまい。それにこいつ潔いな、男らしいぜ。もともと俺は他力本願で優勝がしたいわけではない。こいつあれだな、普通にかっこいいな。自分が見出した才能、それを支え開花させ正しき道へと導く。うん、すごいいいこと言ってんだけど、頬をあからめるのはちょっとやめてくれないか。まずは学園の大会で優勝し、次は国内大会で、そして世界大会で。俺が育て、いつか歴史上最も優れた騎士と言われるようにしてみせる。うん、トップブリーダーじゃん。お、いいね。でもなんか、うん、かっこいいな普通に。どうだ高弘、これこそがベグライターとしての本懐だろう。うん。言いたいことは分かったが、それでは学園の試合での優勝さえ難しいだろうな。ああ。その理由を聞かせてもらおうか。まず、騎士になれる人間は少ない。技術、家柄、その他にも理由はあるが、覚悟が必要だ。やっぱ家柄とかも関わってくるんですね。覚悟。ああ、騎士として生き、戦い続ける覚悟。騎士道精神ってやつか。覚悟なく騎士になる人間がいたとしても、騎士で居続けることはできない。うん。確かに才能というものが突然開花することもある。それは認めよう。だが、才能があるだけでは一流の騎士やレグライターにはなれないぞ。おお。本物の天才は日々の努力を、地味な基礎を積み上げ続けている。そして私は実際にそういう人間を知っている。おお。なるほど、そこで出るわけですね。そうだ、私の目標であり真に尊敬に値する先輩でもある。はあ、すごいね。確かに彼女は素晴らしいな。ベグライターを必要としていない、そう思えるくらいに完璧だ。もう誰もが認めるあれなんだね。うん、騎士なんですね。そうだな、同年代に彼女がいる限り勝利は難しいだろうな。なるほど。勝利が難しい？いいじゃないか。目標は高く、乗り越える障害が大きい方が楽しめるというものだ。いい顔してるぜ。無理だなどと最初から諦めていれば勝てるものも勝てる。こいつすごいなんかいいことばっかり言ってんな、さっきから。たとえ騎士としての実力が足りなくとも、俺の知略、策謀、戦術で勝利をもぎ取ってみせる。いいよ、その意気だぜ。そうは言うが、そもそも長い歴史を持つジョストでは戦術は出尽くし。はあ、どことなく爽快か。あ、かわいい。いいな今の。お待たせしました。おう、わあ、うまそう。今あれですね、夜中2時ぐらいにやってるんですけど、ちょっとやめてほしいですねこういう腹減ってくるわ。なにこれ、かわいい。こういうのもあるんだ、かわいいな。うん、
ん、平気だよ。もともと学食からも持ち込み可能だし、時間をかけて調べ物とかする人はご飯も食べてるよ。へえ。食事以外にも数回のお茶があるのはこの国のいいところだな。食事の合間に菓子類を食べ過ぎてしまうのは良くないが、文化というのであれば否定することもあるまい。いいこっちゃ。私は修行の身でもあるので菓子類は立っているわな。おお、かっこいいぜ。なんかでもせんべいとかね、結構ね、まんじゅうとかそういうのはお茶に合いますからね。はあ、高弘たちの国ではお茶の習慣がないんだったな。え、そうなん。ああ、あれだろう、なんかあの和服を着てなんかカチャ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 ってやってなんかかき回すやつ、あれってなんつうんだったっけ。はあ、高弘くん、こっちに来てもう 7,8 年は経っているのね。ここって何なんだろうね。何なんだろうっていうか、国的にはどういう、だってあの茜ちゃんとか高弘くんが日本からなんか留学っていうかなんか来てるだろうね、おそらく。まあわかんねえけど、ちょっとその辺も調べて、舞台とかやっぱあるんだろうね。うん、ならばいい加減慣れてもいい頃だぞ。ほう。何？どういうこと？いかん、体が痙攣しているぞ。なぜだ？は？え？あれは結構典型的なやつですか？砂糖と塩とか、あれ？あ、そっち？あれ、なんか料理結構うまいんじゃなかったっけ。白目向いてますけど。わーお、まるで全身に雷が落ちたような刺激か。よっぽどだなそれ。甘いものにはちょっと辛い隠し味がいいって聞いて、わさびをちょっと。わさび、これあれじゃないですか、お嫁さんにすると大変な、飯まず嫁になってしまう予感。少し入れすぎちゃったかも。なんかあれ、普通に料理作ればできるのに、なんか新しいものに挑戦して隠し味とか頑張っちゃって失敗するタイプなのかな。水をくれ。もう長くはないだろう。うん、ちょっと待っててね。せれ。いや、さすがの俺ももうダメかと思ったな。ごめんなさい。可愛いから許す。まあ、エレアリ様でしたね、本当に。あ、しかしこれはいい刺激になった。いつまでもぼんやりお茶をしている場合ではないということだな。ふむふむ、前向き。確かに前を向いて生きるも後ろを向いて生きるも同じ一生だ。ならば自分のやりたいことをした方がよかろう。いいな、かっこいいな本当に。あ、いかん。ニコニコの大晦日は今年も盛りだくさん。これ入っちゃったかな。ちょっと今ニコニコ動画の音が入ってたらすいませんでした。珍しく真っ当な意見だな。そっか、もう2時か。そっか、やりたいことをしてもいいんだ。次の新メニューは違う方向にすごいのにしよう。いかんいかん、それやめえや。何の反省もしとらん。ええ子なんですけどね。うん、
めんね、なんだかドタバタしちゃって。うんうん、ははは。うん、馬の世話か。ならば俺も手伝おう。おう。今週は俺の担当分はないからな。アカネはどうするんだ？私は練習があるからそろそろ失礼するつもりだ。おう、真面目や。私も図書委員の仕事に戻らなくちゃ。うん、うん、次はもう少し普通のタルトを期待しているぞ。後の飯まず嫁である。うん、もっと新しくてすごいの考えておくね。恐ろしいわ。さてと、というわけでいい時間になりましたので、この辺で切りたいと思います。いや、面白いね。これからどんな展開になっていくんですかね。早くセイリア先輩出てきてほしいっすわ、個人的には。じゃあどうもご視聴ありがとうございます。